じゃあ何か配信内容が分からん、何されてるとか分からん。あああ、リッチョなんだろうみたいな、知識的な意味じゃなくて呼び合いの思い出せへん。何それ何それ、やばいな、ゲーム割れてる。これ私はバカですけど、どうしたらバカじゃなくなりますかってこと。いや、もう、多分そんな感じだと思う。まじ、その時点なんですけど、いや、なんか食らったなと思って、え、何食らったんやのっていう。いや、俺はじゃあお前やればいいし、もうないよ。これ何だろう。あれ、これ枠始まっ、ちゃんと始まってる。何食らったか認識できんってこと。なんで当たったかっていう、人の動画とか見てても、それ頑張って見るんですけど、うん、なんでしょう。だから、それは、あれ、この、相手の気持ちをちゃんと見取れてないだけやって。そうなんですか。うん、もうあまりにも自分と考え方が違うようなプレイスタイルのやつが出てきたときに。やっぱね、誘導分かりましたわ、やり方。基本的に安全行動ばっかり、突き詰めてたら、記事外系の方がちょっとやっぱり理解しにくくなってくる。波長が合ってないよ。うん、立ち回りしっかりしてる感じだよ、筋肉の場合。なんかそんな感じはするけど、なんかアップとしちゃいつくしてないからね。難しいなぁ。大豆と全然対戦してる時でも、ニュールとか、え、大豆と対戦してる時でもそんな感じになるってこと。なんていうか、なんてやろ、負けた原因とかあんまよく分からへん。ああ、うーん、負けた原因が分からんか。多分違うには、ちょっと使ってみたら、なんだなんか分かんねえ。マジですか。ほんまにそれはそこに関してはほんまに違うスタンダルでは、ちょっと使ってみたら、うん、で、まあ顔が分かるし、対策顔が分かるから自分のことやし、自分の時代し分かってんやんか、うん、ある程度。うん、で、タオコが対戦してみたら、なんか、ちょっとぐらいは気持ち分かると思う。ああ、もう、外線キャラでいいと思うし、もう、ジンとかすること。確かに、サブキャラあんま、別にサブキャラ上手くなるってわけじゃなくて、その、うん、使うのが簡単なキャラを、ジンとかコンプレッシュいらんやんかって、普通にその、うん、ほんまにいらんからさ、で、対戦してみたら、その、まあ、普通のキャラ、こんな感じなんだなってのをちょっと。イメージはできると思う。でも、そういうこういうニュートがさ、そういう狭間とかにキャラに関してはぶっちゃけ俺もよく分かってへんし、なよ、何度も言えへんとかあるけど、自分の行動に対して向こうはどうしてきたかなっていう考えの方が簡単かな。はいはいはい。向こうやったら上からかぶった感じやんか。はいはい。一段ジャンプでさ、相手の真上に行けたらさ、うん、まあ勝ちやん、結構。うん、勝ち。リスクリターンで言ったら、そういう行動を例えば繰り返してみて、繰り返してとか狙ってみて、うまくいかへんかったら、なんでうまくいかへんのかなってのを、それはまあ向こうが地上で、マイダッシュとかアクセルとか使い分けて、その、位置調整を結構うまくやってるから、はい、通りに、こっちがダッシュジャンプだけやったら通りに行くとか、ああ、まあそうっすね。うん、とか、相手が、まあ適当にジャンプへ、タオガイに対してタオガイで勝ちしたんですって。うん、ジャンプとかジャンプインが仕掛けとか分けてくれたら、まあ確かに取りにくいっていうか、これだって、うん、めんどくせえなと思うやろうし、でもその場合だったらその場合でまた答えあるやんか。マイジャンプで真上に行くとか仕掛けて、まあジャンピーとかダンシーでうまいことを押し込んだらさ、まあ、そこは結局その空中での差し合いっていうか、空中での位置取りの、もう頑張りたいと思うし、うん、タオガでやってみればそれしかないからね、ほんと。地上ダッシュして、どうこうっていうのは、本当に裏の選択肢であるだけだって。まあそうですね。そう、どうしてもやっぱ基本は空中での位置取りが基本だと思うし、うん、でそれがうまくいく分には全く問題ないよ。うまくいかへん場合に、なんでうまくいかへんのかなっていう考えを。まあそっか、なってから考えればいいかな。そう、あ、まあ確かにそれはそうかな。そこはタオクが多分、まあ、ある意味簡単し、ある意味難しい場所だと思う。これを、読み入れて、関東、これちょっと無理だな、これ。
戦は読み入れて、勝たなあかんねんやけど、それやったら絶対安定せんねんって。で、仮に、怖えんな。安定する立場にしたら、入側が有利になるよな。だから、怖えんな。それは、もう、ちょっとどうにかするしかない、その辺は。ちょっと、その、防御でこう安定したいな、もうじゃあ。でも、指、読んでみなきゃ。無理やな。読み無理やし、だから読みに自信考えたら読みで勝った方が俺は楽と。まあ、頭割れちゃうからな。ライチって結構いろんなことできちゃうと思うし、その、他のライチがしてへんというか、他のライチがすること、よくすることに対して、普通相手は対策してると思うし、まあ、なんとかそれをずらすっていう、その読みでよ。いや、これめっちゃ有利やん、相手。何これ。めた、うん、これダッシュ 2B 飛べんかったけど今直画して飛べんかったな今、うん、何がゴブなんすか。あー 2B じゃないよ。チーム表にプラマイゼロって書いてやったね。危な、しょうがあるとかだ。なんでやねん。うわぁ、出んかったー。もう電車の時に、タッチディープだったらもう即ジャンプでいい。接着できた上の話やから、震え声、色も弱くて、でも重力落ちてたら無理だ。うわぁ、無理。うわぁ、見せた。今はちょっと、今はちょっと運が悪かったわ。2位やったな。わからん。なんか、なんか、わからんな、もう。あれじゃない、その、設置中に、うん、ごめん、設置した後に、毎回設置ため頑張って通すって通すやんか。うん。通した後に、まあ、次の技、ガードしても、うん、まあ、設置発射できる、から、そこをうまく使う方向、うまくってのはグラビティはわかるけど。いやー、まあ、それも考え、視野に入れて立ち回ってるけど、やっぱむずいな。もちろんもう横棒を使うならそれしかないんだけど。うん、そうだね。やっぱね、重力、あかんわ。重力4でダッシュするしかないな、これ。だからもうキャンセル読みでダッシュとか絶対入れるの無理。絶対入れるの無理だこれ。相手ここでダメージ受けるの仕方がないと思って必要経費で。うわぁ、これやねんな。対空出せねえんだよな。辛いな今のは。辛いな。これやろ。うわ、重力起きてみ強いな。逃げれへんのか。うわ、ジャンビーが。やっぱダッシュ早すぎるな、これ。うん、瞬間移動や。画面止まってる。ちょっと待って、今、きついわ。はい、ライチやったら、入線で、マイディが結構有効と思うんやけど、マイディガード刺した後に、まあ、ここで無理やり受かってもいいかなとは思うんやけど。でも向こう、しゃがみ安定じゃない？しゃがみ安定ではないやろ。なんか潰す方法あるの？あそこ確か、なんか潰せるタイプあるやろ、投げるとかなんかで。投げは無理やで。投げは無理やで。まあ、それで。バースでんかった。なんで前に、あれ、ゴムだね。ゴムやで、ゴムやからもう普通に発生なのしゃがみを持ったら、全然しゃがみやんてやで、基本的に今の。ほんで、しゃがみやったら、まあ、そうか。まあ、でも最悪ゴムレベルというか。そう。で、終わり。まあ、それでもいいっちゃいいと思うけど。一応、相手は投げるから出ると思う。
しゃがめない。そうそう、相手が投げれば出るんやけど、そこを立てて潰すとか、まあ、そんなんやから、せんでもええからって感じじゃないんやけど。だから、読み上げはやっぱその後、棒がつまめるときにしきついと思うから、まあ、なんとも言えへんけど、基本はしゃがめんやって。まあ、そのゲージが起こしたときに、無駄な読み上げが外してる、棒がだけ。そうな。だから、よし、こっちしゃがめんがほぼ安定やのに、ゲージがあったら、こっちしゃがめ、まあ、しゃがめでもいいけど、たまにやっぱり潰す人もいるっていう。そうそう、ま、それで結構きついかなっていう。そこで、それはきついと思う。闇のフレームを使っていくという。で、立ちの後にどうしても、あの、直下してたら、上レッパで受けられるから、そこはもう絶対無理で、ジャンプしてたから。何今の対策。今やばいな。確かに画面が動いてないからわからない。うわ、見てる逆に、バリオさんしか画面直ってないから仕方ないね。うまいところが見えない。わ、終わり。死んだって。めっちゃ負けてるよ、みんなやっぱ。負けるなぁ、強いな。いいなこれは。まずいな。まずいな。明らかに対策されてないな俺らの。辛い。まさかの俺が一番マシまである。多分。そうやな。えのさんめんどくさいか。めんどくさそう。あでも今でもブレイブルーつけてんねんな。お久々に。まだログインはしてへんけど、あのプレステ3のボタン押してん。ちょっともうちょっとやらして、うん、てか、もうなんかね、諦めてダッシュとか絶対いるってことだよ。いるね、いるいるいる。あの、もうほだからキャンセルかかる技になった瞬間に読みでどうかするしかない。とか、ジンでやってみたい。もしもなかったら結構大変に大変して少しは。レイチェルさ、なんかもうキャラがさ、ニュータイレイチェルとかさ、レイチェルがはめるだけでさ、なんかもう、やばいんか。今回増えていいんか。人対ニューは結構なんていうの、人の無茶が、無茶を通すゲームと思う。マジだ。うん、多分無茶を通すゲーム。それが面白いと思う。うん、そうね。でも、おもろいかもしれんけど、俺はきつついて、今のところ無理やねんけど、ちょっと最近ちょっと大変して。どんな感じの対策？ジャンプするだけ。でもバジャンプするだけやったらなんかさ、バックジャンプ D でどうにもならんことだよ。いや、でもあの、技振るって選択肢がない、ないっぽい。どういうこと？地上で技振るって選択肢が、まあ、いや今のほんまにないっぽい。あの、ニュー側が？うん、ニュー側に。ジンが帽子を振るって選択肢が、あ、まあ、それはないよ。結構ありえるっぽくて。じゃあ、だから要は向こうの、なんで空中ダッシュ、どうするかって言ったら、なんでダッシュダッシュと空中ダッシュで、向こうのシャガン B に対してどうするかって言ったら、マイジャンプで、もう要は、ジャンプの意味は違えど、解決法は全部ジャンプって感じ。いやー、この巻き方は寒いな、ちょっと。真面目にちょっと前から気になってるんやけど、ユウが、あの、立ち D 立ち D ってやってから、シックルがあるやん。うん、シックルって言ったら、ごめん、よくわからんけど、下から入ってくるやつですけど。スパイク。スパイク。スパイクやって、うん、で、飛ぶしかないやん。うわ。で、トン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 上がってるから、ニュー側はダッシュするやろ。うん。で、仕切り直しになって、もう一回立ち入り立ち入りってやって、これエヴァじゃねえのって話。いや俺、ほんまにそれエヴァじゃないのってずっと思ってるやんけど。いや、わからない。俺もエヴァかもしれん。いや、あれ、どうするってほんまに思うんやけど。みんなどないしてるんかなって。一応ハイジャンプでかわすのは、かわせないの、一回目な。多分二段ジャンプ残しとくんでしょ。そしたら、いや、うん、いや残しててもどうにもならないわ。いや、残してて、ハイジャンプ。このオプションめっちゃ強い。終わりやん、これ。その後結構きついけど、普通に空中バックダッシュとか空中ダッシュで戻ってもさ。このオプションやばない？絶対追いつかないやろ。立ち入り。え？
え、だから着地に対して立ち入り重ねるってことだよ。そう。だからそうじゃなくて、空中足が登ってるから、一回着地してのジャ、一回着地してジャンプと、着地する前に空中足とか二段ジャンプとかで、向こうの D は2分の1で合わせるはず。そう。うん、多分。この動きでも終わってるな。まあ、そこを様子見されたらもちろん空中足に対して、まあ、対空コードやったり、まあ、D、今度こそ D、その空中足の理由に D 確定したり、あとは、するやろうけど。まあ、ハイジャンプしていけるときもあるんやけど。まあ、ハイジャンプしてとりあえず、そのまま着地するか、攻めっちを下げるね。空中足をするかって。攻めっちを下げるじゃなくて、もうちょっと具体的に欲しいな、何か。ちょっと曖昧すぎてわかんないっす。スープラ空中要不死には最速受け身のユーザーはあんまり有利クレームなかいかなく。うわ、うわ、寒い。これはなるほどね。ああ、もう入力が下手すぎる。マジで いやー、ちゃうねんな。そっちじゃないねんな。届くんや。ソナダガードなら被害がないところもソナダジブで 2D からリターンっていかやく。いやー、そういう問題じゃないんじゃない。まあちょっとバレサボっと早っ、早いからね。当たるまでやる。うわー、吸ったー。うまい、うまい。 OD 使われたらどうしよう。 OD 使われたこりゃ死んでたよ。オーディ出てたら死んでた。いや、発生するだろ。使うの死んでる、死んでるから。読みがちやな。うわ、今の。重力強。あーやー。飛べた？飛べよ。飛べろ。勝ち2回で。飛べる。前無理よな。前は知らん。前は確か無理。今行けるの？何を？大地が立ちシーガードしたあと。5C5 でいい。空中ガードができるのか。できる。全然バス。前回余裕で無理やったぞ。一緒したい。え ?5C5 でいい？うん。あれ無理やったと思う。長っ！分からへん。今日
加点があってきた。わからない。とりあえず立ち入り直が留意層とかオーバードライブと頭の中には入ってるんだけど、まず立ち入りをガードできてないな。実はこいつもあのあれかもしれない。ジンみたいにこいつ 5D とかあるけどさ、ジンみたいに普通に防設置ためが強いかもしれない。もうちょっと設置通した場合に捕まえたいと思う、うん、設置通すのに取りつかるやんか。あれだよ、あるなぁ。設置通した場合にとりあえず貯めるよ。貯めた後とりあえず貯めてもいいかなって思う。飛ばすんじゃなくて、飛ばしたらちょっとフレーム耐えてへんかってさ、揺れてへんか、捕まえて揺れてへんし。全然あ、なるほどね、こういうことか。そう、で、そう、有利フレームを作って、自分とりあえず誰もダッシュジャンプしたらさ、リーが大丈夫だし、そこでリーガードしても、もう一回棒飛ばせるしっていう。マジか。まあもうその時点でジャンプしようかな。多分ダメ。タジティガードした瞬間に天使ちゃんの時はガードか、ジャンプか、じゃあ上行けるか。天使ちゃんの時はもう一発しか出るからガードだったら、やった。いや、バリガー、バリガー、バリガー漏れ。設置ためて知った後にダッシュジャンプして敵に埋没するってのが強いと思う。やった。うわ、ボリ。ごめん。ダッシュジャンプ、ダッシュジャンプ要素にとりあえず。いや、強いと思う。豪快星ながらの。多分、ダメ使うんだったら、ほんまに捕まえてるんだろう。向こうの口爆発しよう。ごめん。ダッシュジャンプなぁ。それとまあ、たまにガその設置解放で一緒にガンダッシュっていうのが使ったら、向こうはダブルフラットないし、もしくは設置ために2段が生まれるから。いやー、できない。空出しすぎなんかな、やっぱ空だというか、ハイジャンプして、うん、相手くぐるんやけど、くぐるところで 2D とかもありかなと。あー、それありやな。空だからさ、俺 6D に負けるのはしゃあないと思う。空だから 6D に負けるのかな。そやな、それはもうしゃあないよな。うん、だから設置試してるときにダッシュジャンプ様子見と、ダッシュ普通にガンダッシュしながら解放。多分その設置にリターンをつけてくれたらきついなって思えるな、どうにかして。俺の言ってことは間違ってるかもしれないけど、とりあえず設置したらリターンってのがなかったら立ち回りきつい。それは間違いないな。そこに多分活路というか、そっちの方向で考えていった方が。で、次こいつ飛ばしたいですよ、棒はちゃんと。空中で D は食らいたくない。空中で棒飛ばし食らいたくないからさ。いやーこいつなー言うってなー。空中バックダッシュで D しか向こうないねんか、多分。いや、前、ジャンプ C とかもあるな。そうね、フタイクがあるね。フタイク強いからな、このキャラ。
最悪。ああ一応重力見てからやったらもう重力完全にどうにもならなくて、もう重力出る前に走ってかな、走っとかなダメ。それは分かってるよ、そのぐらい。うわー、闇や。あー、あれな、闇、闇やな。うわー、撃ってくるか、やっぱり。やっぱ撃つよな。それは撃つよな。あれって、半角ないの？ないなぁ。安定回しかない。あ、有利じゃない？有利より。安定回しかないと思う。だいぶ優秀やな。うん。マジで。よし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 、重力長いな、効果時間。重力マジどうしようもないな。あー、操作ミスが多いな、マジで。終わった。向こうがやっぱガードうまいな。そうなん。うん、崩れてへんな、やっぱ。やっぱ見れて、うん、設置ダメかなと思うな。いや、設置ダメもな。出た後にどうするかだけど。いや、言うてさ、向こうは飛んだ時に結構きついよね。設置ダメじゃ誰も使ってみる。ダメ。ウェボーは引っかかりや、ウェボー使う？試しに。試しに？うん。そうやな、確かに立てみようか。別に横棒しか使ったハンデルールないしないな。基本的に両方使った方が相手の考えが絶対遅れるし。